んな時間に、なんでこんなに人が集まってるんだ？ああ、凱旋した英雄を迎える歓迎の儀ほど盛大なものはなかろう。あなたは教令院の追放者。いかにも。だが今は皆に博士と呼ばれている。あの女研究員ならとっくに監禁室だ。自身に仕掛けられた盗聴器にすら気づけないとは、一学者として持つべき慎重さを欠いていると言わざるを得んな。スメールの民に一体何をしたの？潜在意識に情報を投入できるようアーカー社端末を少しばかり改造しただけだ。熱狂的な民たちはこの旅人が世界を救ったばかりの英雄だと信じきっている。実験は成功だ。そして人々は今にも自らの情熱を抑えきれなくなりそうだ。どうするんだよ、みんな一般市民だぞ。行ってシティの外へ。でもあいつはファタスなんだぞ。お前を置き去りになんか。私もスメールの民を放ってはおけない。大丈夫、シティの外で会いましょう。自らの意識を使い全員の思考を占拠したか。それほど強大な意識体とは。なるほど、知恵の神だな。